比叡山延暦寺の法華宗寺院等々と阿弥陀堂の間の道を進みます。この下りの道が順路です。道しるべには浄土院 0.4キロ、釈迦道 0.9キロとあり、東海自然歩道に指定されている道をこれから歩くことになります。舗装されている道が土道に変わりました。土道のザクザクという足音を聞きながら歩いていくと、弁慶水があります。弁慶が斎藤に住んでいた頃、千日間この水を汲んで参詣したのが名前の由来です。また平の清盛が熱病にかかった時、この水を用いると熱が去り病が治ったとも伝えられています。元はといえば杉の根元から水が湧き出している赤水です。赤とは仏教において供養される水のことで、六種供養の一つということです。今私が歩いている時期は5月中旬ですが、右下の方から楽しげな歓声が上がっていました。少し遅い花見を楽しんでいらっしゃいました。やはり高知ということで1ヶ月遅れでもここは桜満開でした。今見ていただいている道は奥比叡山ドライブウェイです。
しばらく進むとドライブウェイに橋がかかっています。この橋を渡ります。渡り切ると前方にひなびたお寺のような建物が見えてきました。このお寺は智勝大師円珍の住坊であり、比叡山で最古の仏像となる千手観音像が祀られている山王院堂です。